21年入試マーチはここが熱いって話をしたいと思います。アメリカのディズニーにインターンに漫画とかアニメとかを学校のカリキュラムでやれるんですよ。入試形態がね、この21年からガラッと変わります。どうだよ、始まりました、もてっちゃんのニュース。今回はですね、はい、平田瀬也、どうも、早稲田合格塾代表の平田です。気に入ったな、平田瀬也さんが、はい、今回はですね、今日もね、ちょっといろいろと話を持ってきたんですけれども、はい、まあちょっと今日最初でね、まあ、アイスブレイクでボケたいなと思ったんだけど、はい、ボケるとね、ちょっと尺が大変なことになっちゃうんで、今日はね、真面目にバン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 いきますよ。ただその代わりサブチャンでちょっとね、興味深い話してるんで、震えて眠れ。はい、それでは今日はですね、ちょっと森田先生からのね、ご相談もあったところもあったんですけれども、まあ、普段早稲田の話ばっかりしてるから、ちょっとマーチの話も少ししてみようかなっていう話なんですよね。うん、マーチの中でも、まあ、ちょっと僕の独断と偏見も入ってるんですけれども、うん、21年入試、マーチはここが熱いっていう話をしたいと思います。はい。ここ受けるといいよ。君さ、わかんないけど、まあ、さ、ちょっとさ、教えて、練習させて。アンパンマンのマーチ。はい、アンパンマンのマーチね、はい、覚えてる？踊り。なんかこんなだった、こんなだった、わかるわかるわかる、こんなだった、尺ないっつってんのね、もう。はい、ということで、で森鉄チャンネルの、ね、視聴者の皆さんの中には結構やっぱり英語チャンネルなので、割と英語に対する意識が割と高い方が多いかと思われるので、まあ国際系とか最近確かにすごく人気ですから、そういうところを中心にちょっと僕がここだっていうのをね、おすすめしていきたいと思います。まず、おすすめランキング第1位、まあ、なんといっても、まあ、早稲田志望者はここを受けるでしょう。明治大学国際日本学部です。まあ、僕は明治国日国日っていうところですね。ここのね、ちょっとこうご紹介をしたいと思います。国際なの？日本なの？ね、そこのね、名前もね、結構理由があるんですよ、実は。お教えしましょう。ここは2008年にできた中野にあるすっごくいいキャンパスです。中野に明治、帝京平成大学、早稲田、あともう一個なんかあったんだよな、うん、なんか4つの大学がこうもう同じ位置にあるっていうキャンパス、もうすごいんですよ。あとやっぱり中野ブロードウェイとかも近くって、はい、ですごくね、なんかこういい場所なんですよね、うん、もう本当に中野の駅前で行きやすいし、しかも、はい、うん、ここはあの英語とかも踏まえた国際系の勉強したい方にはすごくおすすめで、なぜかというと、ここまず定員が1学年約400人あります。これはね、早稲田国教、そして中央大学の国際情報学部に次いで3番目に多いです。早稲田マーチラインにおいては、ね、で留学生比率が 15%、 これ結構高めなので、やっぱ行ったら行ったで割と外国感を感じられます。ちなみに早稲田国教は 22% です。ここが一番僕はポイントだと思ってるんですけど、英語授業比率ってのがあるんですよ。例えばどういうことかっていうと、本当に早稲田とかだと英語を勉強したくてみたいな人が国際教育学部行きたいですって人多いんですよ、うん、なんだけど、じゃあ分かってて、じゃあ受からせるよって言って受からせるじゃないですか。受からせて行かせたものの、授業がほぼ 100% 英語なんです。英語を勉強するんじゃなくて、英語で勉強するだ。1年通ってみたものの、いや先生、俺英語好きだけどここまではみたいな感じになっちゃうんですよね。渡辺先生見て、いや先生あ、そうそう、あ、でもね、ちょっと意識してるかも。あ、そう、うん、っていうのもあったりするんで、英語授業比率を、まあ、自分がどこまで英語好きかっていうところとはちゃんと相談した方がよくて、で僕個人的にはやっぱ 50% 以下ぐらいの方がまあまあいいんじゃないかなと思ってる節はあるんですよね、英語が好きなら。でこの明治大学の国際日本学部は英語授業比率がちょうどいいです。 35% と出てます。まあ、早稲田国教、上智国教と、あと法政のグローバル教養、ここはほぼ 100% なんですよ、うん、だからその中ではこの明治国日はやっぱり学歴的なポジションもすごくいいし、英語授業比率もすごくいいから、なんかとても通いやすいかなというふうに思ってます。英語で教えてる授業が35%、そういうことです。あ、英語をじゃない、英語をじゃなくて英語でだ。あ、なるほど。留学に関しても国際系の学を目指してる人は調べておいた方がいいです。なんでかっていうと、留学が必須なところと、はいはい、必須じゃないところっていうのがあるんですよ。で明治の国日はここは必須ではないです、うん、ただ希望すればね、いけます。必須の場合と必須じゃない場合のメリットデメリットって何があるかっていうと、必須の場合は4年間のカリキュラムの中で留学っていうものを単位に参入できるんですけど、必須じゃない場合はちょっと1年多く行くことになったりするんですよね、うん、まあ大学の学生生活課とかが斡旋してくれたりするんですけど、だからここもちょっと結構勘違いしてる人多いんですけど、国際系の学部に行かないと留学できないと思ってる人多いんですけど、そんなことないですからね。
どこの学部に行っても留学はできますからね、はい、ということは教えていきたいと思います。ただあの、ね、明治大学の国立のすごいところは、まあ、これこの学部ができた時にすごく話題になったんですけど、はい、アメリカのディズニーにインターンに行きます。へえ、うん、だから結構国際系を目指す方の中にはなんか将来は本当にこうインターナショナルに働きたいみたいな人もいるんですけど、学生のうちからそういうのがこうやれるかもしれないのでとてもおすすめですよね。すごい、さすが明治、うん、さすが明治。あのね、明治はねマジで就職力すごく強くて、大学1年生のうちから就職に関する意識高い系な学生たちの育成とかするんですよ。だからね結構やっぱ就職の明治ですよ本当。なぜじゃあ先ほどね、はい、国際日本学部なのかっておっしゃったじゃないですか。そうですね、これ理由があって、実は明治の国日はそういうインターナショナルな勉強もしつつなんですけど、漫画とかアニメとかを学校のカリキュラムでやれるんですよ。え、マジで。だからね、海外の外国人たちがここに集まる理由もそこで、この日本のサブカルって世界中ですごい人気なんで、それを学びに来るんですよね。そういう授業があるってことですね。あ、そういうこと。もうそういう授業がむしろたくさんある。いや、好きの糸。ちょっと待って、日の神神楽ちょっと、なぜあ、もうね、タイミング、今龍が如くなんだよ。龍が如くじゃない、そっちの、あれこっちね、こっちね、あの、煉獄さんね、そうそうそう、煉獄さんね、煉獄さんの方ね、はい、そうそう、あの、僕一番好きです、煉獄さん、はい、この明治の国日の入試形態一緒に見ていきたいと思います。英語200点、国語150点、選択科目100点です、うん、結構僕はこの動画での一つのテーマにもしてるんですけど、政治経済選択の方、その方も受けられる学部っていうのをちょっとね、僕ピックアップしてますんで、こちらは政経でも選択は可能です。英語圏準1級持ってたら英語免除の試験もあります。4技能利用型ですね。あ、なるほど。で、4技能利用型と学部個別日程ですねは併願可能です。あ、はいはい、なんでどっちも出すことができます、うん。ただ、まあ、この明治の国日はさすがに人気が高くて、ちょっと合格最低点高めになりがちです。おー、そうなんですね。やっぱり 75% ぐらいになりますね、合格最低点が。だからかなりハイレベルな戦いにはなってしまうよねっていうところは覚悟しておく必要があるんで、ただ問題見た感じだと、まあ、正直ね、国語と社会に関しては、早稲田志望者だったらまあ駆逐しちゃうよねっていうレベル。おー、なるほど。うん、で英語に関してはね80分なんだけど、ちょっとボリュームあるかなって感じはしますね、うん、あと10分欲しいなっていうふうに僕は思っちゃう、まあ入試形態かなと思いましたね。いや、もうギリちょっとよくわかってないということです。2つ目いきましょう。青山学院大学国際政治経済学部です。あ、すげえ人気あって、ここをいろんな本で見るたび見るたび、青学の新たなる看板みたいに書かれてるんですけど、うんうんうん、ここできたのって1982年なんですよ。あのね、国際系の学部って割と2000年以降にできたところがほとんどなんですよ。あの、さっきの明治のとかも2008年なんだけど、ここは82年っていうことなので、すげえ昔にできてるんですよね。で、ここは学年定員がさっきの明治の国日よりもやや低くて300人になります。で、留学生比率は 5% 以下なんで、まあ日本人が割と多いかなっていう感じがしますね。で、英語授業比率が約 20%。で、まあ留学は必須ではありません。まあ行きたければ行ってくださいっていう感じですね。この青学の国際政経を出した理由っていうのがもう一個あって、はい、入試形態がね、この21年からガラッと変わります。おー、ガラッと変わります。まあ、今までいわゆる国語、英語、選択科目で皆さんが受けてた一般入試は消滅します。はいはいはい。どうなるかっていうと、共通テスト3科目が100点分。出た。と、学部独自試験が100点分になるんですけど、はい、この学部独自試験がやばいんです。何がやばいかっていうと、ちょっとね見ていきたいと思うんですけれども、はい、まずね、意味不明論述問題&総合問題って書かれてるんですよ。わー、論述は総合ではないとか。そう、なんか早稲田の政経もそうなるんだけど、ね、似てますね、ちょっとね、なんか変なことしだすんですよ、うん、これ先に言っときます。あのね、政治経済選択者の方ね、こう早稲田がさ、政治経済をすごくね、選択科目からあぶり出すから選択する人も少なくなっちゃうんだけど、科目の政治経済、ね、あ、科目の政治経済、そうです、そうですね、少なくなっちゃってきて、なかなか居場所を失ってきがちなんだけど、青学の国際政経、僕の感想ね、もしかするとこれ政治経済選択者以外受けようがないんじゃないかぐらい、政治経済選択者が受けると相当というか、むしろ無双しちゃうんじゃないかみたいな。そうなの、うん、日の神神楽しちゃうんじゃないか。日の神神楽しちゃうの、うん、しちゃうんじゃないかっていうレベルの無双レベルになって、というのも入試問題のその要項がこうなってるんですよ。そのまま読みましょうかね。論述問題、国際政治分野を出題範囲とし、読解力、論述力、論理的思考力を見るって書かれてるんですよ、うん、
で、まあね、これがね、あと残り2つあるんですけど、国際経済学科と国際コミュニケーション学科ってあるんですけど、まあ、そこでは、まあ、国際経済分野を出題範囲とし、うん、で、国際コミュニケーション学科は国際コミュニケーション分野を出題範囲としって、だからよくわからないんですよ。からん、はい、要するに国際政治分野を範囲とし云々って言われたってさ、こんなもん政治経済選択してる人じゃないとやってるわけないんだから、うん、解けなくねえかと思っちゃうわけ。おう、うん、でさらに総合問題に関しては出題時に以下のいずれかを選択、国際政治分野プラス国際経済分野、国際政治分野プラス国際コミュニケーション分野、それしか書かれてない。あ、つまりね、多分政治経済選択してちゃんと国際政経やってる人じゃないとやりようなくないですかって思っちゃうのよね。だからある意味ここは政治経済選択者の人にとっては超有利になる箇所だって100点分ありますからね。どうなんでしょう、世界史の現代史とかでいけない、いや厳しいと思うな。まだ全然サンプルとか出てない。サンプルはね、まあ出てるかもわかんないけど、この動画が出てる頃には。だけど僕が見た限りでは見当たらなかったかな。なのでちょっとまあね、もしもう出てましたよっていうことであれば、あのちょっとね、コメント欄にいただけたらと思います。はい。でちょっと番外編なんですけど、はい、もう一個青学には国際系の学部がありまして、地球社会共生学部っていうのがあるんですよ。うん、地球社会共生学部、ここもちょっと面白そうなんですよね。あんま人気ないんだけど、はい、あのここはすごい面白そうで、英語授業比率が 25% あります。ほうほうほう。でテーマがね、なんか今の若い子向けなんですよ。はい、新興国の課題解決がテーマ。貧困とか差別とか、はいはい、なんかこういうテーマって好きな子多いじゃないですか、勉強したいがるの。そうか、知らない、はい、結構聞くんだけど、ね、半年間東南アジアに留学ができます。必須です、ここでね。東南アジアに留学っていうと、先生、僕もとアメリカとかイギリスとか行きたいよっていう人もね、渡辺先生が、はい、でも渡辺先生はこれ先生、みたいな、メガネかけてないからセーフで。そう、東南アジアの留学ってね、今ね、フィリピンとか、特にフィリピンのセブとか、あの辺りは、実はめちゃめちゃ留学の施設って充実してるんですよ。うん、そうですね。うん。で、向こうの人たち、少しなんか発音がカタカタしてる部分あるんだけど、英語ペラペラですよ。タガログ語だけじゃなくて、英語も。だから、結構ね、東南アジアの留学ありですよ、マジで。なんで、ちょっとここはね、地球社会共生学部、考えてみてもいいんじゃないかなと思っています。うん、で入試形式に関しては一般選抜の個別型とね、一般選抜の全学部型っていうのがあるんですよ。まあ今まででいうところの学部個別入試と全学部入試だと思ってくれたらいいんですけど、なぜかね、全学部入試の方が募集人員多いんですよね。個別日程が30人、全学部日程が45人なんで、これはどうしたことだと思っちゃうっていうかね。これ個別日程の方は共通テストプラス小論文です。なので、まあある意味こう慶応とかがね、第一志望の人とかはここ受けやすいかもしれないですよね。共通テストの科目は選べる。共通テストの科目、まあいわゆる3科目型ですね。国語、英語、そしてまあもう1科目選択、日本史なり世界史なり政経なり、あと数学も大丈夫だったと思いますね。はい、受けてみようかなと思われる方は入試要項をしっかりチェックしておいてください。なるほど、うん、じゃあそういったもね、チェックして、マーチのおすすめ、はい、パート1おしまいじゃあ次回はマーチのおすすめ別の学部を聞いていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。本日は平瀬先生にお越しいただきました。サンキューフォーウォッチング。イエイ。